皆さんどうも今回は j 案第25節湘南ベルマーレ対アビスパ福岡について振り返っていきますので最後までお付き合いいただけると嬉しいですでは早速やっていきましょう、えー、この試合なんですけどとても面白い一戦でした湘南ベルマーレの保持っていうところがアビスパ福岡の守備を上回っていましたし決してアビスパ福岡の守備は悪くなかったんですけど、まあ、それでもアビスパ福岡の守備をうまく空転させる 回避しながら進んでいけるベルマーレの強さっていうのを垣間見た一戦だったんじゃないかなと思います。まあ、それでもアビスパ福岡はやっぱり守備のチームなんでしっかりと調整をしながら向かっていきましたし、手を変え品を変え、最後の最後で追いつくアビスパ福岡の底力を見た一戦だったんじゃないかなと思います。じゃあ、どのように湘南ベルマーレが保持を作り出して攻撃を仕掛けていたのか、これについてまずは話していこうと思います。 えっと、湘南ベルマーレなんですけど20節あたりからかなり保持が良くなって積み上がってきたものが一気に実っている感じがしますで湘南ベルマーレは 3−1 の土台を作ることが多くなってくるんですが、まあ、この 3−1 の土台の大きな意図としてこの大野選手だったり高橋選手、まあ、外側のセンターバックにボールを持ち出させることが多くなっていきます。 でこの試合なんですけどウイングバックのターメンを作り出しながらここの中盤の数的優位っていうのをうまく作り出して攻撃を仕掛けていくこと守備ラインを越えていくことが多かったかなと思いますだからこの試合は鈴木選手やってる福田選手彼らが縦関係になることが多くあってこの縦関係をうまく作り出したことによって先手先手を取りながら攻撃を仕掛けていくことができていたんじゃないかなと思いますで一方のアビスパ福岡なんですけどこの試合も523のプレッシング、まあ、もしくはミドルブロック を作りながら迎撃を作ってショートカウンターでし目めに行く形を作り出していきますでこのウェリントン選手がこの試合は田中選手をかなり消していく形を作り出していたんでこの紺野選手と佐藤選手彼らが高橋選手と大野選手ここに出ていくことが多くなっていきますでこれに対してじゃあどのようにしてアビスパ福岡の守備をショナベルマーレが超えていったかっていうと、まあ、まず1つ目に大野選手今野選手ここのベクトルの 明確化ってていいうのがポイントととして挙げられると思いますでこの大野選手だったり高い選手センターバックは持ち出していくんですがその際に吉田選手だったり鈴木優斗選手彼らがしっかり角度を作って降りてくることによって小田選手を引っ張り出すことでこんな選手を引っ張り出すことここの2枚を引っ張り出すことができるようになっていきます。でこの 2枚を引っ張り出した背後で受けるのがバラダ選手もしくは池田選手になってくるんですがじゃあなんでここで受けれるかっていうと福田選手がしっかりと降りてきていることによって松岡選手を止めていること、まあ、松岡選手に影響を与えているんでここの対応が若干遅れることが多くなっていきます。まあ、だから湘南ベルマーレなんですけど 大野選手や高橋選手、彼らからインサイドハーフに一発でボールを入れるのか、それとも吉田選手経由でバラダ選手に入れるのか、まあ、このいうルートを作りながら、バラダ選手がここでボールを受けることが多くなっていきます。でここでボールを受けたときに何が起こるかというと、松岡選手が対応に行くことがもちろん多くなってくるんですが、この対応に行ったときに一個一個ずれていくんですが、その時福田選手が2手先のポジショニングを取りながら、 ボールを受けることっていうのもできていますし福田選手はこういうふうに抜けたときには池田選手が寄ってきてここでボールを受けることないしは田中選手がレーツを上げてボールを受けることっていうのができるようになっていきますアビスパ福岡からするとこの前選手、松岡選手を横にかなり動かされてしまったんで迎撃のエリアが明確にならずに井上選手やってる宮選手彼らを押し出すことが難しくなって押し込まれていたんじゃないかなと思います。 で当然なんですけど、このバラダ選手だったり池田選手、彼らが背後を取っていくことも多くなっていきますでこの松岡選手がかなり近くに寄ってきて自分の管理下に入った時にはバラダ選手、池田選手は積極的にウィングバックの背後っていうのを取っていくことが多くなっていましたでこのウィングバックの背後を取っていくことによって何が起こるかっていうと、まあ、こういうふうに空いた場所に福田選手が入ってくることが多くなっていきますでこの バラダ選手が背後に抜け出していくことによって松岡選手を動かすことができるんですがこの空いた場所に福田選手が入ってくることによってプレスラインここの3枚のプレスラインを越えて で、なおかつ松岡選手と前選手、彼らを動かした状態で福田選手が前を向けるっていうのを作り出すことが多かったかなと思います。福田選手の一つのいいところとして、ここの抜けた先でしっかりと空いたところでリンクを再形成できるっていうのは、ストライカーとして本当に貴重なものを持っていると思いますし、まあ、ここに入ってくることによって自分が起点になりながら、 でなおかつ、その起点になった先で自分がさらにフィニッシャーの位置まで持っていける遅れて入っていけるんでゴールを取れる場所に入っていけるようなプレーができるんでかなりやっぱいい選手だなと改めて感じる一戦でもありましたこのような形でアビスパ福岡の守備ラインを湘南ベルマーレはしっかりと超えていっていましたし超えた先で速さを選択するのかそれとも 崩していくのか、まあ、ここがうまく循環できるようになっているんで湘南ベルマーレは保持で安定しながらでなおかつネガティブトランジションのところでボールを奪い返すことができるようになっているんじゃないかなと思います。まあ、調子が上が上らなかっった時っていうのは ずっと速さを選択していたんですけど今はどの場面で速さを選択していくのかっていうのが明確になっていますし、まあ、だからこそ安定して前進しながらでなおかつ大野選手だったり高橋選手、まあ、センターバックの選手に持ち出させながら攻撃の厚みを加えて崩しに入っていくことっていうのができているんじゃないかなと思いますで他にもベルマーレは進んでいく方法があってその方法っていうのがバラダ選手だったり池田選手インサイドハーフの選手が外側に流れていく方法ですでこの瞬間的な縦 の数的優位を作るのが本当にうまくて、まあ、これは開幕からちょくちょくやっていたことだったんですけど、まあ、インサイドハーフとウイングバックの場所が、まあ、変わっていることっていうのがシーズン当初と変わっているところであってでここの 縦の数的優位を瞬間的にすぐに作り出すことができるんで,でなおかつ福田選手が開けた場所にしっかりと入ってくることでこのセンターハーフを止めることができるようになっていきます。で吉田選手だったりバラダ選手バラダ選手の手前でボールを受けたときはここで呼吸することができるんですけどこの背後に吉田選手に届けたときは、まあ、崩しのスイッチとして明確に。 チームで共有されていますしこの井上選手が出てきた先で鈴木秋人選手だったり福田選手がこういうふうに抜け出していってこの奥を取っていくことっていうのもできるようになっていきますひたすら福田選手の走力っていうのもうまく生かすことができていますし、まあ、池田選手もそうですし原田選手もそうなんですけど、まあ、彼らの走力があるからこそぐっと出ていくことで 全体を押し上げてで、なおかつ安全にプッシュアップすることっていうのができているんじゃないかなと思います。で、これに対して、じゃあ、アビスパ福岡はどのような守備を行っていたかっていうと、微調整として、小田選手だったり、岩崎選手、彼らがインサイドハーフを。 管理しながら吉田選手だったり鈴木優斗選手に出ていくことが多くなっていきます。でこれどのような意図があったかっていうと、まあ、井上選手のスライド、まあ、もっと言うと田代選手、宮選手、岩崎選手彼らのスライドの時間を稼がせることっていうのがあったんじゃないかなと思います。でこの523のプレッシングを行っていく際にこの松岡選手やってる前選手彼らを動かされすぎると迎撃のエリアが決まってこないんですけどこの小田選手が バラダ選手を管理しながら吉田選手まで出ていくことができるようになってくると松岡選手、前選手がバラダ選手を管理するあまり動か,さず動かされずに管理することができるようになっていきます。でこれを作り出したことによってバラダ選手が開けた場所に入ってくる福田選手にも対応することができるようになっていますしサイドを潰しきること封鎖することができるようになっていました。 間に合うようになっていたんですが1、まあ、つのせめぎ合いとしてここでボールを回収することができればアビスパ福岡のショートカウンターを発動することができるんですけどどうしても井上選手がスライドした時のここのチャンネルっていうのが開いてしまうんでここにボールを落とされてしまうと鈴木明人選手も福田選手は無理が効く選手たちなんでここで起点を作られてしまうとアビスパ福岡からすると苦しくなっていましたし ベルマーレからするとチャンスが訪れていたんじゃないかなと思います、まあ、この攻め合いをずっと行いながら試合が進んでいくんですけど一、まあ、つ優位に進められていたのはこのウェリントン選手対田中選手のところだったんじゃないかなと思います、まあ、アビスパ福岡からするとここを強調しながらトランジションを作り出して今野選手、佐藤選手を生かして攻撃を仕掛けていたんですけどナ南ベルマーレもしっかりと対策をしていて 吉田選手、鈴木優斗選手を少し低めの位置に残しながらこの紺野選手、佐藤選手に対してダブルチームを作ってうまく対応していたんじゃないかなと思います、まあ、それでもトランジションのところでやっぱりアビスパ福岡は強みを発揮するチームだと思いますしそこで紺野選手やっている佐藤選手、まあ、特に紺野選手を生かしながら攻撃を仕掛けることっていうのはかなっていたんじゃないかなと思いますで一方で 南ベルマーレなんですがこの今野選手を潰した瞬間のポジティブトランジションのところでうまく松岡選手やってる前選手の脇のスペースっていうのを使うことができていてここを使って攻撃に出ていくことができればチャンスを多く生み出すことができていましたし、まあ、ここの脇のところで時間を作って落ち着いて攻撃を組み立て直すっていう選択もできるようになっているんでかなりやっぱり安定して ベルマーレは試合を進めることっていうのができていたんじゃないかなと思いますで、アビスパ福岡はザヘディ選手を投入して3、4、2、1にしながらで最後は4、4、2にして火力を上げて見事同点に追いついたんですがベルマーレからするとコーナーキックで何度も何度も大外のところを狙われてしまっていてそこでピンチを迎えることが多かったんでここの対応っていうのをうまくできていれば勝ち切れた一戦だったんじゃないかなと思いますに、まあ、においては本当に せめぎ合いで面白い一戦だったんでぜひ皆さんこの試合見返してみてくださいはい本日も長々と喋らせていただきましたが今日はこの辺りで終わろうと思いますチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ